私はですね、えっ、ー、と、眠るのは不得意だったんですね。バスでスキーなんか行ってもね、いつも最後まで眠れないで起きてるってのは私だったんですね。飛行機でも常に起きてると。こういう形だったんですね。それでですね、まあ寝、ねね、寝たいと思ったので、祈ることにしたんですね。祈りを始めました。そうしましたらですね、主は働いてくださって、 えっと飛行機が飛ぶ時から降りる時まで寝っぱなしとかねテア寿司さんが言ってましたね「こんな人見たことないと」と祈りですよね素晴らしい形で主はですねその祈りを応えてくださいましたそしてですね途中で辞めたのはねあのそれはあの、えー、っとなんだっけ、えー、エコノミー症候群が怖くなったから。 こんだけ同じ姿勢でずっと立って、あの、座ってんのは危ないぞと思ってですね。それからやめたんですね。あの、祈りは聞かれます。